まあ、歓喜の原点、中間層への宣戦布告ということですね。前回の動画の続きとなります。前回の動画ではですね、まあ、歓喜が、まあ、こういうなことを言いました。まあね、今までその、奪われる側の立場はもう終わりやと。これからはきっちり取り返していくと。これがね、歓喜の宣言だったわけですね。これね、まあ、これがね、歓喜の怒りの根源になるんですけれども、これどういったことがあったかと言いますと、まあ、翔というね、まあ、言うたらそのさっきの村の、まあ、一人、ですね。まあ、顔を焼かれてしまったと、領主の人に。その方のね、その領主の家に盗みに入ったんですよね。そして歓喜はですね、その領主を見つけ出してですね、まあ、領主が眠ってる間に動けないように拘束して、まあ、松明で顔を焼き始めたんですよね。つまりは仲間の将がやられたことと同じことをやり返したんですよね。ね、これにはですね、まあ、先一家のね、まあ、仲間たちもね、いや、ちょっと歓喜やりすぎちゃうかという声があったんですけども、歓喜は言うんですよね。奪われる側は、もう終わりやと。これからはきっちり取り返していくぞと。そしてですね、この後ね、まあ、歓喜のね、まあ、行動宣言がありました。これどういうことかって言いますとね、今の社会にもちょっと似てますね。これどういうね、この世には、高いところに立って好き放題やるバカどもと、そいつらの犠牲になる底辺の者たちと、その中間の者たちがいる。ここですね。はい。ここは彼、歓喜はこの3つ分けたわけですね。高いところに立って、まあ、富裕層とかそういうことですかね。まあ、支配者階級ですね。底辺になっては多分犠牲になっている。その人たちから虐げられていると。その中間で別に関係ない人たちですね。この3者がいると。そしてですね、まあ、底辺のお前たちのあだは、高いところにいるクソ野郎どもと思っているだろうが、本当はそうじゃないと。ね、歓喜言うわけですね。ちゃうちゃうと。んってなったんですよ。誰や誰やと。関係はですね、底辺が本当に怒りを向けるべき相手は、無関係を決め込んでいる中間の奴らだ。ここなんですよね。まあ、んってなったんですよ。そっちと、なんぼでもおるぞと、それ。ね、そいつらが何もしねえから、世の中の構造が変わらねえとですね。まあ、これどっちかって言ったら、フランス革命とかも似てますね。まあ、中間層、支配層、で、まあ、奴隷階級ってところで、まあ、でもですね、まあ言うわけですよ。まあ、数で言うと、もう、ほぼその大半はね、その中間の奴らが占められてるんですけど、まあ、そいつらが何もせいから、世の中変わらんと、その層を憎悪するってことは、もう、世の中ほとんどを嫌悪するってことですよね。つまり、歓喜はですね、まあ、歓喜は結構、その、一般市民に結構危害加えてるんですけど、その理由もちょっと納得いくんですよ。だって歓喜が恨んでるのは支配層でもなく底辺でもなく何もしない、何もそれを見て見ぬふりしている中間層、一般市民にまあ怒りを抱えてるんで、だからそら危害を加えるわなと。要は信とかがですね、歓喜お前なんで一般兵じゃない一般市民に危害加えるんだ、お前らはクソだって言うんですけど、歓喜からしたら、いや違うと、まあ、その中間層が何もしてへんから、この社会の構造は支配者と奴隷がいるんであって、そういう層に対して歓喜は怒り鉄槌を下してるというふうに多分思ってるんでしょうね。これ言い出したらちょっと切れないんですよね。はい。でもこの言葉が現代にも当てはまるんちゃうかなと思うんですよ。底辺っていうのは何やってた、まあ、ご飯食べることもね、こと書いてる人たちとかね、まあ、いるじゃないですか、結構。そういうアンダーグラウンドの人たち。ね、じゃあ中間のやつらっていうのは、まあ、関係の言うところによると、多分平均年収とか、まあ、言ったら普通の会社員の方、まあ、ほぼほぼ全て全員じゃないですかね。なんやら自分たちに言われてるより、こう、ヒヤッとする発言でしたね。ね、まあ、今後ね、関係がどうしていくか。多分関係の根底に流れている怒り。これはですね、多分、おそらく、まあ、今も、まあ、より激しく燃えてるんちゃうかというふうな、ね、まあ、発言があったんで、まあ、今後ね、これ735話なんですけど、今後こう、歓喜がどう活躍して、どうね、まあまあ、神たちと関わっていって、神国というね、国ともどう関わっていくのか、それをね、まあ、楽しみにしていこうと思います。最後までね、まあ、聞いていただいて、誠にありがとうございました。今後とも、よろしくお願いいたします。